ダチョウ肉で作るラグーソーススパゲッティ。材料、こちらはパスタソース4人分になります。ダチョウ肉 300g、 オリーブオイル大さじ3、玉ねぎ1個、人参1本、セロリ1本、ニンニク2かけ、赤ワイン 200cc、 トマト缶1缶、ローリエ1枚、塩コショウ適量、黒コショウ、粉チーズはお好みで、パセリ適量。パスタは人数分ご用意ください。まずはじめに野菜の下ごしらえをします。玉ねぎ、人参、セロリ、ニンニクをみじん切りにします。これで野菜の準備は終了です。続いてダチョウ肉の調理に移ります。ダチョウ肉を1センチ角程度に刻んでください。ダチョウ肉の解凍の仕方は別途動画を用意しておりますので、そちらでご確認ください。次に熱したフライパンにオリーブオイルをひき、材料を焼きます。塩コショウをして強火で焼き目をつけます。この時あまり肉を動かさず焼き目をつけると、メイラード反応により風味がアップ。全体に焼き目がついたら、みじん切りにした野菜を投入し、塩コショウを振ります。玉ねぎが半透明になったら赤ワインを投入。ローリエを軽く炙って投入。ローリエは軽く炙ると香りが立ちます。トマト缶を投入し混ぜ合わせます。弱火にして30分煮込みます。途中で焦げ付きそうになったら水を足しながら行ってください。最後に塩コショウ、ブラックペッパーで調味してソースの完成です。茹で上がったパスタに絡めて器に盛りましょう。この時ねじりながら盛り付けると見栄えが良くなります。お好みで粉チーズ、パセリを振って完成です。